ピースサイン内側のピースサイン手のひらを内側に向けて相手を侮辱するロビー・ウィリアムズピースサインはボディーランゲージの一種。日本では微笑みながら顔の近くで V 字を外に向かって作り楽しさや親愛の情を意味する。本来は勝利のアピールを行うサインである。この場合、真摯な態度で腕を髪型または前方に伸ばし、 V 字を外に向かって作るため、同時に微笑む場合は、勝利の喜びを意味する。イギリスなどの英語圏では、V の形を作るためと、ビクトリーを意味するために、V サインと言われることが多い。意思表示を送る相手に、人差し指と中指をまっすぐに離して突き出し、他の指は曲げて、手のひらは外に向ける。欧米の国々を中心に、勝利、反戦、 平和という意味を持ち、また、イギリスやオーストラリア、ニュージーランドなどでは手のひらを内側に向けると、不別や、卑猥の意味に変わる。日本では、ピースサインと呼ばれ、撮影時のポーズとして、楽しさ、喜びを伴う、親愛の情や、可愛さを表す意味になる。日本の近隣でも、日本と同じような意味で使われ始めている。両手で出す場合を、特に、ダブルピースという。 ギリシャでは部別の意味になっており、かつてギリシャでは犯罪者に向けて日本指で物を投げつける習慣があったからである。ヨーロッパ戦勝記念日、ロンドン市民に V サインを掲げるチャーチル一説によると、V サインは100年戦争においてイングランド軍の救兵が敵であるフランス軍を挑発するサインとして使用したのが発祥であると言われている。 イングランドの旧兵隊は飛距離や貫通力に優れたロングボウと呼ばれる長球を用いてフランス軍に対して多大な戦果を上げたため捕虜にされれば二度と弓を引けないよう指を切り落とされることがあったその指をあえて見せつけて切り落とせるものなら切り落としてみろという意味合いがそのサインにはあった 1960年代にベトナム戦争に対する反戦運動がアメリカやイギリスなどをはじめとする西側諸国で高まり盛んに反戦デモが行われるようになると参加者が報道陣のカメラへ向けたアピールと平和への願いを表す意思表示の手段として広く用いられるようになった同時代に盛んだったヒッピー文化の中でも平和を願う印として ピースマークと共に広く行われ、ウッドストックフェスティバルの記録映像などにもその様子が残っている。例えば出演者の一人であるジミヘンドリックスは、スター・スパングルドバナーをギターで演奏しながら、ピースサインを観客にアピールしている。写真撮影でのピースサイン厳しい決心の表現として、真剣な表情で腕を上もしくは前面に伸ばして、 サインポーズを行う場合もあったのカメラの CM でアドリブでピースサインをし、その後、井上がテレビ番組でのコントでボケ役としての決め台詞で苦笑しながらピースと頻繁に使用していた。のあんゆ。少なくとも1970年代から見られ始めた。しかし、ベトナム戦争終結により井上はこの決め台詞を使用しなくなり、日本での流行は一旦廃れた。 その後、1980年頃から井上が、テレビ出演時に、昔のギャグのアイロニカルなリバイバルとして、おどけた態度で笑いながら手を伸ばさず、画面に向かい、顔の近くで、ピースサインを行うようになると、流行が広まるにつれて井上は、バリエーションとして、ピースサインを画面に向かって前後したり、ダブルピースと発生して、頬の近くに、両手で、V 字型を作って、 テレビで頻繁に披露し、これも流行となった。おどけた態度の表現は、その後、世代を経て、楽しさや、喜びや、親愛の情をインフォーマルに表現する行為として、定着しているが、ピースと発することは減り、単に、V サイン、または、V と呼称されることも多い。変わったところでは、オートバイの長距離ツーリングを行う、者同士がすれ違う際に、 道中ご無事で、の意味で交わされる、ピースサインがある。追い越しの際には、サムズアップで挨拶をする。1970年代に、道路の整備とオートバイの大型化が進み、ツーリングの長距離化とともに全国に普及し、1990年代頃までは、頻繁に用いられた。1980年代には、サインを出しづらい、レーサーレプリカや、 オフロードバイクが流行したため、その後廃れかけたが、長距離ツーリングで用いられることが多い北海道の道路や、全国の主要国道などでは、現在も続けられており、またインターネット上で復権を呼びかける運動もあって、再び知名度も上がっている。また、アメリカのハワイ州ではバイカーがすれ違う際に、必ず同合図を行っている。ライダーが示すときには、右手は、 アクセルグリップを握っているので必ず左手で行われる。ピースサインを表す記号は以下の通り。ありがとうございます。